はい、今回はですね、ブログの添削を依頼されましたので、そちらの方についてお話ししていこうかと思います。今回はね、蓄音症に、悩んでいる方が、ブログで自己表現をしているってことになります。蓄音症ですと、いわゆるね、ちょっとこう言葉が空回りしちゃうっていう形になりますかね。ですね、YouTube でトークっていうのに二の足を踏むっていうところがあると思うんですよ。でも何を隠そうね、私のこのトークも結構詰まってるでしょ。全然編集しないんで、もろわかりだと思いますけども、言葉が出なかったり、言葉がこんがらがっちゃったりして、私もね、トークについてはね、もうちょっとトレーニングしないといけないなと思ってるところではあるんですよ。さあ、それでブログの添削の方に入っていきますけども、やっぱ蓄音症になってくると、話すのがちょっと辛いですよね。話すのが辛いと、コミュニケーションの数が減ってくると思うんですよ。だからブログってものすごくいいツールだと思うんですけども、今回ね、そのブログの添削についてちょっと言いたいことがあるんですよ。というのが、別に怒るわけでも何でもないんですけども、時事問題を入れていくチャンスなんですよ、今。ね、チャンスというとちょっと語弊があるかもしれませんけども、今ね、大学の受験会場で事件を起こした17歳の少年っていうのがいます。彼はね、進学校の中でもトップクラスの成績で、東大に合格、ほぼするだろうという形で、いわゆる順風満帆に進んできた形だったんですよ。でも、ああいう事件を起こしてしまったっていうのは、やっぱりね、自分が言葉にできない思いがあって、それが鬱屈しちゃったのかなって感じれることもあるんですよ。もちろん真相はわかりませんよ。でも私があのニュースを見て感じるに、言いたいことがなかなか言えずに、そして伝えきれずに、ああいう思い、ああいう行動に走ってしまったんではないかなと思うんですよ。じゃあちょっとね、蓄音症の話になってみますと、自分が喋ることによって話し方がちょっとたどたどしいんでね、バカにされちゃったりとか、まともに聞いてもらえなかったりすることって辛いと思うんですよ。で、そういう経験をすると、どんどんね、喋るのが億劫になってしまって、じゃあ喋るのやめちゃおうかなっていうことになって、思いが、すごくね、ネガティブな感情として、またね、鬱屈して、ドカンと爆発することがあるんじゃないかなってことを考えたときに、ブログで表現するっていう、文字で表現するっていうのは、喋りが苦手でも、じっくりかけていけると思うんですよ。ですんで、ブログっていうのを、今回ね、蓄音症の何さんか、あだ名がね、何だったか忘れたんですけどもね。ヤウタンさんですね。ヤウタンさんがブログに自己表現の場を出したっていうのは、ものすごく良かったんじゃないかなっていうふうな、ヤウタンさんのブログを書くきっかけっていうのはどういうところにあったのかっていうストーリーを、今回のね、時事問題に照らして、一つの記事にすると、これは、多くのアクセスが呼び込めるんじゃないかなと思ったんで、今回の返信の動画にさせてもらいました。参考にしていただければ幸いでございます。そして明日もね、似たような時事問題があります。明後日も時事問題があります。それをどのように自分のブログのコンテンツの中に盛り込んでいけるかっていうのが、記事作成能力になってきますんで、最初は難しいかもしれませんけども、意識しながら、なるべく世の中のものと、世の中の現象と、自分のブログの記事っていうのをね、こうリンクさせるようにしてください。それが You, We, I の順番になってきます。つまりは、多くの方が知ってるであろうという現実、多くの方が恐れているだろう現実、多くの方が意識しているようなニュースから入って、そしてそこと、そのニュースと自分の共通点を書いていって、最後に私はだからこうなんですっていうような自分の主張を載せていくって形になります。これはね、以前もお話しましたけども、大体ね、なんか初心者の方が書くブログとか文章って、自分の主張で終わるんですよ。もしくは気が利いた人だと、自分の主張した後に世の中のことを書くんですよ。で、逆なんですよね。まずは、多くの方が意識してるであろうというね、現象。例えば最近でしたら火山の噴火とかあったでしょ？地震とか津波っていうのもありましたよね。あそこから入っていって、だから文字で伝えることって大事ですよね？みたいにしておくといいんじゃないかなと思います。参考にしていただければ幸いです。以上です。